特集はエブリィ特捜隊です。誰もが一度は目にしたことのある豆菓子、スズメの卵や南国チンチン豆でおなじみの大阪屋製菓に今回潜入です。南国チンチン豆の驚きの誕生秘話にも迫ります。サクサクとした食感と甘辛い醤油味が特徴の鹿児島発祥の豆菓子、南国チンチン豆。誕生からおよそ60年。わー、出た。1日5万袋を製造。これまでほとんど取材を許されたことのない工場に潜入します。実は失敗作なんですよ。南国チンチン豆驚きの誕生秘話、そして知ってそうで知らなかったその名前の理由とは。大阪屋製菓を徹底解剖です。エブリィ特捜隊、今日はあの南国チンチン豆でおなじみの大阪屋製菓にやってきました。鹿児島市柳町に本社と工場を構えます。まずは広報の脇田さんが会社の歴史について教えてくれました。1955年、鹿児島市堀江町で創業した大阪屋製菓。初代の水野正一さんは大阪の出身。当時の九州地方が落花生の産地だったことから、鹿児島で商売を始めることになったそうです。大阪弁でこう回っていく船体だったので、周りの方から大阪弁の豆菓子屋さんみたいな感じですごいインパクトがあったみたいで、そこからその大阪屋製菓っていう名前をつけることにしたって聞いてます。当時の商品はスズメの卵だけ。どのようにして今回の主役南国チンチン豆が生まれたのでしょうか。実はこの2つの商品には深い関係があるんです。まずは工場に潜入。よろしくお願いします。入社して20年のベテラン竹島さんに案内してもらいます。早速気になったのは少し年季が入った機械。1から5まで数字が書かれているんですけど、これには何か秘密があるんですか。そうですね、ピーナッツの大きさを5段階に分けて選別してるんです。5段階に分けてるんですね、はい、それ分けることによって、まあ、ちんちん豆につける粉の量なんかを調整したり、はい、大きさを分けたら次は選別。一粒一粒すべて人の目で確認するんです。これがないと石が入ったりピーナッツの茎が入ったりするので、しっかり選別したピーナッツはこのドラムみたいな機械へ。衣になる粉をかけていきます。この大きいたらいで豆を回しながら砂糖蜜をかけて粉をかけての繰り返しで、コンペイトーみたいな形の凹凸がある豆に仕上げていきます。20分ほどこの工程を繰り返し、向かったのは一番大きな作業場。うわー、大きい機械、すごいレトロな機械がいっぱいありますね。先ほどこの巻きした豆がこちらになります。でこれから今これを焙煎していきます。焙煎ですか、はい、コーヒーみたいですね、はい、いよいよ焙煎機に投入です。わあ、出た。豆が踊ってるみたいですね。そうですね、この踊らさないと均等に火も入らないし、まあ、このスピードが遅いと今度は焦げてきたりするんで。しっかり焙煎できました。
触れないくらい高温の豆。まだ熱いうちにタレをかけます。ポイントはこの水蒸気。豆の中の余分な水分が飛んで味がしっかり馴染むんだそうです。まあ、このタレの量も少ないとデコボコに綺麗に入らないし、多いと今度はベタベタしてひっついたり固まってしまう。だから適量を。熟練にならないと、数年かけないと適量がわからない。鹿児島特有のこの甘辛い香りが工場いっぱいに広がっています。92度の熱風で乾燥させ、人肌程度に冷やすと、この音が鳴ったら出来上がりの証拠。特別に出来たてを試食させていただきました。おいしい。サクッとした食感で、出来たてとあって香りが口の中いっぱいに広がります。南国チンチン豆が開発されたのは今からおよそ60年前の1967年。お酒のあてとして楽しめる珍味、そして豆菓子なのに表面がデコボコして珍しい、この2つが掛け合わされてチンチン豆と名付けられました。実は失敗作なんですよ。スズメの卵は落花生にこう均等に丸く綺麗な丸で厚い衣を巻いて作っているんですけれども、その工程でちょっと失敗というかミスが出てしまって、粉が均等に巻かれずにデコボコした形の豆菓子ができてしまったんです。これを見た先代が、これは面白い、珍しい豆菓子が出来上がったっていうことで、何度も本当に失敗するように練習して新しい豆菓子を作っていこうっていう試みで誕生したのがチンチン豆です。衣が薄いことで豆の味をダイレクトに楽しめ、サクッとした食感に。今や売り上げはスズメの卵に負けず劣らず、失敗作が会社の大黒柱になりました。本当にみんなでワイワイ言いながら家でも食べられるようなお菓子ですので、自分の子供はもちろんですけど、孫やひ孫にも伝えていきたい商品ではあります。生きていく上でお菓子って心を満たしてくれるんで、いろんな人にも食べてもらいたい。今もなお多くの人を虜にする南国チンチン豆。そこには失敗をも味方にする熱い情熱と飽くなき追求がありました。